はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね2024年10月の14日でございます。はい、今来ているところは東京都青梅市の成木地区に来ております。はい、いやーやっとですね私こちらの方に手をつけることができました。はい、何の話かと言いますと、こちら青梅市にある、松の木トンネル、成木地区にあるんですけども、こちらのトンネルでですね、まあ、トンネルおよび周辺でですね、今から何年前でしょうかね、もう40年前、もう50年近く前になるんですけども、仮面ライダー、仮面ライダー あのスカイライダーってありましたよね、スカイライダー、スカイライダーの第1話で、こちら松の木トンネル周辺で撮影があったということが分かりました。はい、それもですね第1話で、こちら撮影ロケーションに使われたということが分かりました。はい、今現在もですねこうやって、ツーリングのですねライダーたちが通っているというのはね本当偶然でございます。はい、撮影当時はですね、こちらの松の木トンネルまだまだ開通したばかりで、かなりですね真新しかったです。はい、真新しいトンネルでございました。はい、当時はですね、まあ、こちらに映っている電柱とかがですね、まだ設置されていないぐらいにですね、本当に真新しいトンネルと道路でございました。はい、何カットかですねこちらの方で撮影したということが分かっております。はい、本当にですねこちらのですね下り側のカーブの方、カーブというかねこちらのね方でも撮影していたということが分かっております。あちらカーブになってますけどね、うん、悪の軍団等がですね、下の方からね登ってきて、退治するというねシーンでこちら使われました。はい、なおかつですね、主人公のね、方が、まあ、オートバイでですね転倒するというねシーンもこちらで撮影をされました。はい、悪の軍団等もですね、何人かこちらの方でですね、出てこられて、撮影をしております。はい、うん、松の木トンネルのですね、まあ、今ちょっとねまだ夏というか、まあ、10月なんですけどまだちょっとね暑い時期ですので、まあ、草がですね結構生い茂っちゃってるんですけどトンネルの上でもですねなんか俳優さんがですね、まあそこのトンネルの上のところでですね、なんか演技をされていたということが分かっております。はい、うん、青梅市はですね、歴代ライダーのですね、ロケーションでですね、本当に使われている場所でございます。はい、うん、びっくりいたしましたね。なおかつですね、トンネルの上の方から、ターザンアクションもね、やっていたということも分かっております。はい。記念するですね、第1話、スカイライダーのですね、第1話、こちらの青梅市成木でですね、成木の松の木トンネルで撮影があったということが分かりました。はい。また新しい情報等がですね入りましたら随時ですね私の動画にて発表いたしたいと思います。現場からは以上でございます。西多摩新選組細谷秀明のチャンネルでございました。